ガイドギターミュージックスクールギター講師の亮一郎です。今回の動画ではノーロジック、この曲のイントロのカッティングのフレーズを解説していきたいと思います。イントロのフレーズ2小節のフレーズになっています。で、コードがですね、4つ出てくるんですけども、その4つのコードを展開させたコードフォームで弾いていると思ってください。最初に出てくるのが F シャープマイナーセブンスのコードを展開させたフォームになっています。で、これどうやって押さえてるかというと、4弦の7フレット人差し指、3弦の9フレット薬指、2弦の9フレット小指で押さえています。これで4、3、2弦を同時に鳴らしてあげましょう。これ F シャープマイナーセブンスのフォームになっています。で、これ元はどういう状態かっていうのも一応知っておくといいと思うんですけど、元はこういう状態ですね。今言った押さえてる場所に中指で5弦の9フレットを押さえて5弦から鳴らしてあげると、これが F シャープマイナーセブンス、まあ厳密は9インスっていうフォームになるんですけども、まあ、テンション音を含んでいる状態です。これが元になってると思ってください。で、これのベース音ですね、この5弦のベース音を省略したフォームで弾いているということになっています。はい。で、この、コードフォームを使って、このようにブラッシングを交えて16ポンプで弾いています。まず頭にダウンのブラッシング。そして、アップで実音を弾きましょう。で、その後、ダウンアップのブラッシングという形になります。これで1拍分になっています。下げるとこのようになっています。で、この時に意識するのが、まあ、余計な弦が鳴らないようにですね、意識してあげるといいと思います。この4、3、2弦だけ試験になるような形ですね。で、どのようにすればいいかっていうと、まずミュートなんですけども、いろいろやり方あるんですが、今回デモンストレーションでやったフォーム的には、親指を裏に持ってきたクラシックスタイルのフォームで弾いています。で、どのようにミュートするかというと、まず5弦と1弦ですね、上下の、弾かない弦があると思うんですけども、5弦と1弦、これ両方とも人差し指でやってます。5弦は人差し指の先で触れてる状態、1弦は人差し指の腹で触れてる状態をしてあげれば、まず、5弦から1弦までミュートができます。あと6弦に関してなんですけども、6弦は中指でミュートが可能です。中指をこう持ってきてあげればミュートが可能になっています。このようになりますね。で、その後16分9分が来ているので音をしっかり止めてあげましょう。ここまでが F シャープマイナーセブンスの、まあ、フレーズだと思ってもらえるといいかなというふうに思います。で、次コードが変わってこのようにきます。今度は G シャープマイナーセブンスが元になったコードフォームになっています。で、これはどのように押さえているかというと、4弦の6フレット人差し指、3弦の8フレット薬指、2弦の7フレット中指で押さえたフォームになります。で、これで4弦から2弦までを鳴らしてあげます。で、これ G シャープマイナーセブンスなんですけども、で、これ元はどういうフォームをイメージできたらいいかというと、こういう感じですね。まあ、今押さえていたフォームに1弦を鳴らします。1弦の7フレットですね、中指を寝かせて1弦と2弦の7フレットまとめて押さえている状態にします。で、4弦から1弦まで弾くという感じです。ちょうど4弦の元々の音がこれ G シャープのルート音にもなっています。はい。これ展開させたフォームがあって、さらにこの1弦を省略しているという形で把握してもらえるといいかなと思います。で、これでこのようなフレーズを弾いています。まず頭にダウンのブラッシング、そしてアップで弾きます。そしてダウンアップのブラッシング、ダウンという流れになっています。パターン的には最初に出てきた F シャープマイナーセブンスと同じにはなっています。はい。まあ、ただ、G シャープマイナーセブンスは200の裏から入っているので、その点注意になります。で、ここでのミュートなんですけど、これも同じように5弦と1弦は人差し指でできるんですが、6弦がちょっと難しいんですよね。この親指を裏に持ってきている状態だと。なので、これはですね、全体を通して6弦は当たらないように工夫してやってあげるとすごくいいです。で、どうやるかっていうと、右手をですね、真上から下ろすというよりも、ちょっと斜めに入れる感じでやってあげると、6弦に当たらないようにコントロールして弾くことができます。どういうことかというと、横にすると、真上からこういう状態になるんです。6弦が。これを、こういう角度で入れてあげると、6弦に当たらなくなります。真上からやると、こうなっちゃうんで、という感じで、少しちょっと角度をつけて、
ストロークしてあげると毒源に当たるのを回避できるので、そのようにやってあげるといいかなと思います。あともう一つのやり方としては、右手を毒源に軽く振りとくっていうのもやり方ですね。はいですね、まあ、一応2小節も同じように毒源のミュートをできるといいんで、まあ、こうやって振りとくといいかなと思います。はい、まあ、このように工夫して6弦のミュートをやってあげるといいかなと思います。では次2小節目ですね、いってみたいと思います。このようになりますね。はい、リズムパターン的には1小節目と全く同じです。コードが変わってるだけになります。ただコード変わってるんですが、最初に出てくるフォームは全く同じです。同じフォームを使っています。ただコードは実は違うんですね。コードは A メジャーセブンスのコードは元になったフォームだという認識で弾いてあげるといいです。じゃあこれどのように A メジャーセブンスになってるかっていうと、元はこのような感じですね。まあ、1弦まで鳴らすとこういう感じになります。先ほど3弦と2弦を薬指と小指で押さえてたと思うんですけど、これ小指を使わずに薬指に寝かせて3、2、1弦までまとめて押さえてます。このようになるんですけども、これが4弦から1弦まで鳴らした A メジャーセブンス。これを省略している形、1弦を省略してこういうフォームになったと思ってもらったらいいです。でこの場合4弦が A の音なんでルートにもなってるというふうにも捉えれます。では続いてこのようにいきます。今度はコードが B セブンスになっています。これのフォームは人差し指で1から4弦までの7フレットを制覇まとめて押さえましょう。そして中指を3弦の8フレットに持ってきます。でこれで4弦から1弦まで進みます。そしてこれは B7 のフォームになってます。でこれは何をイメージしたらいいかというと、こういうフォームですかね。6弦ルートの B7 があると思います。これをイメージしてもらえるといいと思います。6弦と5弦を省略してこう持ってきたという状態です。はい、この基本フォームどうなってるかというと、人差し指1弦から6弦までまとめて押さえますね。で薬指が5弦の9フレットで、中指が3弦の8フレット、これは6弦ルートの B7 になってます。でこれを6弦と5弦を省略しているので、こういう風になったと思ってもらえたらいいです。はい、でこの B7 のフォームでこのパターンを開ければいいです。これは1小節目の Gm7 と同じパターンになっています。はい、これで2小節分になるわけなんですけども、この2小節のフレーズを6回繰り返せばイントロの完成ということになっています。